今日私も見に行くよ。お二人さん相変わらず仲のよろしいことで。相沢君、違うんだ、これは彼から強引に。浮気現場みたいなノリやめてください。寒い。言葉強くない。真相君、確か前も相沢先生と一緒にいたよね。まあね。ついにこの時が来た。葉隠れ寒くないの？めっちゃ寒い。かっちゃんも変えてる。でも緑屋が一番変化激しいよな。初音さん強度の調整までしてくれて。ああ初音な。うららか。まあ随分とたるんだ空気じゃないか。僕らを舐めているのか。さあ A 組、今日こそ白黒つけようか。 A 組 VS B 組、僕らが。黙れ。モノマ。今回特別参加者がいます。ヒーロー化編入を希望してる普通科 C 組、真相仁志君だ。会話すると洗脳されちゃうんだよね。ワン・フォー・オールの面影を見たのは真相君の洗脳がきっかけ。タイミングがいいのか、それとも。真相仁志です。俺はもう何十歩も出遅れてる。悪いけど必死です。俺は立派なヒーローになって、俺の個性を人のために使いたい。この場のみんなが超えるべき壁です。よろしくお願いします。じゃ9時な。真相引け。あんなこと言ってたけどさ、仲良くやろうぜ。君いいよいいよ。君共に憎き A 組をぶちのめそうじゃないか。スタート。お互いある程度の手の内は分かってるけれど、基本数で押せるようにばらけないでいきましょう。と潮崎やばいよな。あの個性すげえよ。左方向から潮崎さん一人だって。鶴で広範囲を探りながらこっちに向かってる。ガオレイ。仲間を巻き込む放電はできないだろう。雷電気エアプリズン。よっしゃ、蹴散らせっしだ。任されましたぞ。あいつ俺の声で喋りやがった。もう一つの生態ペルソナコード。